はできるくらいじゃない。同じダメや。手を動かさなきゃ。しかしその時。うるせえな。ちょっと死んだやつだよ。ああ悪い悪い。ダメだ。お客さんに金やってくれ。お客さんに金返してくれ。ああいいわ、あったあった。もうお客さん金返して。悪いけど。悪いお客さんで金返すから。金返してくれ。店内に気まずい雰囲気が漂います。お客さんよ、こいつよ真剣になってるからさ、我々も真剣なんだよ。この場から脱サラしてよ500万かかってんから、だから俺たちも真剣なんだよ。金返します、ありがとう。ね、ごめんなさい、またご縁がありましたらどうぞ。ああ分かった。はい。他のお客さんたちも戸惑い気味。僕は初めてね、お客さんがこう言ったのね。ね、帰ってくれって言ったのね。僕25年間やったけど、お客さんと口喧嘩したの初めて。お客さんあってこその吉村屋、そのモットーを思わず忘れてしまった大事件。ちょっとお客さんがね、犠牲になっちゃったけどね。でもいいんだ、もう一人二人のお客さんが飛んじゃってもさ、しょうがないじゃないか。